今日が2戦目になります。横浜 FC 早川監督はとにかく勝負ってのは勝ち負けにこだわる世界、勝つために何ができるか。今日が5試合目6試合目の笛になります。国際出身です。さあ前半の45分スタート、注目の立ち上がりです。一旦戻して、そして長いボールをポンと前に送りました。さあ瀬古です。あーいいボール入りました。流れてヘディングシュートは最後キーパー総備が取りました。ワンバウンドで頭を合わせました。この人は右足、つまりアウトスイングになります。うーんとボレーシュート先制、待望の1点は赤松が取りました。17分、横浜 FC 1対0、好スタートを切りました。前に座ったの誰ですかね、バリノハチですね。ワンプッシュ入れたのでうまくフリーになったと思いますし、はい、ちょっと難しい、あの差し込んだボールだったんですけど、うまくあの上半身かぶせて、はい、振りすぎずにミートしましたね。横浜 FC 密集の中、左サイドでプレー続いている横浜 FC ですが、さあボール取りました。セコ、うん、ソービック強烈な右の、さあ仙台ワンタッチワンタッチでボールを動かしました。いい、ね、ここからこっちですね、はい、そしていいボールが入れば面白い。赤崎オフサイドか、赤崎はちなみにレフティーです。さて後半のスタート、どういう形になりますか。前に3人、そして今4人、開いて仕掛けに行く小川、ヘディングシュート2点目、貴重な追加点が入りました。頭を突き出して待望の斉藤に得点が決まりました。ヘディングシュート、小川も左一体行ったんですけども、うまく広げたところから1分ですけどね、プレーベンのところに相手もかなり目線が行きますので、その背後にも入り込んだと思います。相手が一番気にする選手のところに、ね、目線が向きますので、その背後にうまく来たなと。あと振らずにまっすぐ丁寧に合わせたところがですね、コーナーキック、いやー1点返した。これで2対1、西村決めて2対1、仙台一つ場面のね、あ、前の場面もそうだったんですけども、ここだっていうところにやっぱ入っていくタイミングとスピード、あとも合わせる部分ですね、うまいと思います。うん、跳躍力もある。やっぱ叩きつけると難しいですねキーパーね。はい、うん、いいゴールですね。これはチームの起爆剤と期待されていた西村に、今シーズン91センチあります。さあこのセットプレー重要です。どうかな、なるほど、仙台追いついた。おっさい、旗が上がっているか、どうなんでしょうね、旗が上がりましたか。上がったみたいですね、旗は上がりました。そして今タイムアップの笛が鳴りました。両チームともに白星はお預け、勝ち点1を分け合うという結果に終わりました。